5月22日、時刻は夜8時。明かりのない真っ暗な森へとやってきました。今回夜の森に来た目的は、結婚飛行時期終盤となる大有新女王の採集です。5月は多くの地域でオオアリの仲間の結婚飛行が最盛期を迎えます。主な種類は黒オオアリ、ムネアカオオアリ、ミカドオオアリ、四つ星オオアリなどです。結婚飛行の時間帯は午前中から夜中まで幅広い時間帯に及びますが、午後2時台から午後5時台あたりまでがメインの時間帯となるのではないでしょうか。このため羽を落とした新女王が見つかる時間帯は午後の3時頃から夜までの時間帯が多くなります。また今回の地域ではオオアリの仲間の結婚飛行は5月の中旬頃がピークと思われ、本格的な結婚飛行は終わってしまっている可能性がありますが、結婚飛行を終えていない個体がわずかにいることを期待し、夜の森に足を踏み入れました。ここからは夜の森で活動するアリたちを観察しながら、オオアリの新女王を見つける探索に出かけましょう。森を進み、オオアリが多く生息する地点に差し掛かりました。木の幹、地表、斜面など、女王アリがいないかを入念に確認していきます。
いかがだったでしょうか。夜の森を歩くこと約3時間。採集できたのは、胸赤オオアリの新女王2匹、ミカドオオアリの新女王1匹でした。この日の日中の最高気温は26度。前日に雨が降ったものの特別高い気温ではなく、またオオアリの大規模な結婚飛行はすでに終わっていると考えられるため、3匹でも採集できたことはポジティブな結果ではないでしょうか。また、密かに採集を狙っていたミカドオオアリが採集できたこともとても嬉しい出来事です。ということで、今回は女王アリの夜間採集の様子をお届けしました。夜の森ではアリに限らずたくさんの生物が活動していて、観察や採集はとても楽しいです。ただし日中の森に比べるとより危険な環境になるため、もしやってみたいという方はぜひ十分気をつけて行ってみてください。では今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。